うございます。久しぶりに朝からね動画撮るわ。今日はですね、リーグ戦最終節です。いや長かったですね、正直。結構ね、思い入れ深い今年の1年のシーズンかなと思います。しかもね、 YouTube 取り出して初めての最終戦ってことで、まあ、結構今日はまあまだねチーム一勝できてないっていう部分でもあって、まあしっかりと一勝していければいいなと思います。だとね、しっかり今日は点を取るっていうことはまあ意識してやっていこうかなと思います。ではね、ちょっと体ちょっと作って、それまでとりあえず体ちょっと温めてご飯食べてちょっと準備していきたいと思います。じゃあ行ってこう。今日の朝ご飯でございます。イエーイ。じゃあ食べていきたいと思います。それではいただきたいと思います。いただきます。これから、まあ、リーグ戦最終節ということで、まあ、やれることねしっかりやって、まあ、今日はハットトリック取って、しっかりとハットトリック取ってね、今日の試合勝利つかめたらいいなって思います。ということで、じゃあ行ってきましょう。いってこう。
全員入ってない。いやー、いいねー。いやしながらだよ。今試合終わって、ゆうまくんと合流して、これからちょっと練習軽くやっていきたいと思います。行っていこう。あなたが食べてるのは野菜味噌ですか、それとも超重野菜味噌、金の野菜味噌、野菜うどん出た。みんな見てね、概要欄載ってるから。はい、ということで今日も食べていきたいと思います。まあね、ラーメンって言ったら俺でしょ。ということでいただきたいと思います。いただき、皆さんお疲れ様です。今日ね、リーグ最終節、しっかりと1勝、勝ちつかめてよかったなと思います。まあ来シーズンはしっかりと点数、得点力っていうものをしっかり自分の中で意識して、まあオフシーズンでもね、しっかりボール触って今まで以上に練習しっかりして頑張っていかないといけないなと思うんで、頑張っていきたいと思います。ということで、この動画が良ければグッドボタン、そしてつよぽんよく頑張ったなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。なんか今日の動画で、もっとこうした方がいいんじゃないんですかとかっていうコメントありましたら、コメント欄の方によろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。